岡村です。今回なんですけれども、またまた新たに始まりました。私のですね、生放送をね、見てる方だったらわかると思うんですけれども、ゼウスの今回は200連勝企画ですね。1年前に100連勝 SR タイマン企画をやりまして、なんとゼウスはそれを達成しましたと。今回は200連勝を目指して SR タイマンやっていこうかなと思います。この前ね、パート1の0連勝から19連勝までやったんですけれども、なんとね、開幕から GS のメンバーが3人も乱入してきましたと。今回はそれをダイジェスト形式で見ていただこうかなと思います。早速やっていきましょうか。連勝止まったら配信も終わりですか？終わりです。もちのロンです。さあ、来たよ。開幕早々店は作ってくれんね、アロノゼ。これ、アロノゼ？本物これ。キャラスキン本物っぽいな。え、これ DL じゃね？まあやってくれるよね。こいつ4本指やろ。アロノゼって確か。いいね。DL か。これ結局さ、4本指がさ、4本指が6本指に近距離で戦いにくくて、ほら。これ、こういう戦い。絶対ゼウスの、おい当てんね、アロノゼ。当てますね。見えたぞ。いいねーゼウス。いやーまずいねー、負けたくないなーこの試合。さあゼウス、完全に AR とかやったらアルノゼの方が部があるやろうけど、 AR タイマンとかやったら、だからこの SR タイマン、ういー、やっぱゼウスなんですね。いいよ、多分ゼウスもこれ多分ちょっと手汗1ミリぐらい書いてるんじゃない。1ミリは書いておいてほしい。さすがに、さすがにね。だね。おお出る。この動きについてこれるやつがなかなかおらんのよな。この速い長押し6本指に。え、ちょっと DL が不利だったね。ちなみにこれダメージ食らったら確か足、あの、はぁ、はぁとか言って足音聞こえなかったような気する。だから一回瀕死になったら激怒になったら足音聞くために聞くのもあり。食らっちゃったら反射。でも DL とタンドラやったら絶対タンドラの方が強いよな。ワンパン範囲一緒っしょ。あ、終わった。ふぅー。なんかアルノゼ今かん、あー、わかったわかった。あのね、アルノゼのじゃなくてわかったわ。これ横に動けば多分アルノゼ、感度追いつかん。あの、アルノゼってめっちゃ親指スワップすんのよ、こいつ。手元動画見たけど。だからいちいちゼウスが横に回られてる時に、こう親指をガク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 ってやってるから。ふぅー。いや、でもなんか、ここの勝負ってさ、五分五分なんよな。正直。この SR、SR のレ、あ、今肩見えたよ。あー、俺まで緊張するわ。ここは、はい、アルノ、あー、ゼウスなんですね。ここはゼウスなんですね、やっぱ。近づかれると、アルノゼも、こい、ほら、これな、ここなんですよ。あの、アルノゼはもうここで抜くしかないからな、正直。くっそ。一発、抜くしかないんで、ここで負けちゃうと、アルノゼは、相当、不利な状況で、戦うことになる。でかい。弱いくわー、でかいでかいでかい。行くわー、行くわー、度胸あるー。足音聞いて。お、足音聞いて、ど、あー、ケツ危ないよ。あ、なるほどね、なるほどな、あそこ使うのね。うーん、でもゼウス意外と結構やっぱ、ぐんぐん前に行かんと、こういう SR の、あれで戦うタイプか。でもこれ逆にしたら、アルノゼからしたらありがたいよな。近距離でグワン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 、キャラコンで振り回されるより。おっと、おー、近づいたよ、ゼウス。近づきに行った。こういう距離になると勝たないといけんのは、うえー、意味がわかんねえな。オッケー、でかい。さすがに無理なんですね、そこは。さすがにアルノゼとか言うね、アマチュア最強クラスでもそこは勝てないんですね。あ、これは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 完全に位置分かってんのはゼウスからのからの、おい。もう気分的には楽ですよ、ゼウスは。うわぁ、おいおいおい。うわぁ、オーケー、ジジ。これはゼウスが強すぎだ。じゃあ、アルノゼも普通に強い、バチバチ強いやつやねんけど。なんかもうアルノゼでこれやったらさ、誰が止めれねんっていう話やねんけど。ごめん、ちょっとめちゃくちゃ集中したわ。ちょっと最初からこれは目覚めるわ。やだよ、5戦目で負けは。さあ、12連勝目だ。
これで始まるぞ。おいおい乗ってんね。ほいマルコおい GS はもう確定よ。確定神回よ。ゼウスもギア上がってるよ。これギア6ぐらいいってる。これ到達地点超えたと思う。ゼウス、おいうわーこいつうめえ、マジで。まあ、当ててくるよ。もう、それ外したら GS 失格なところあるからな。知らんけど。でもなんかさ、ローカスってさ、ちょっと ADS 速度遅いからさ、いや、これあれやぞ。俺あんまり武器のあれ、性能でとやかく言いたくないけど、この ADS 速度で、ゼウスに追いつくんか果たして。おいおい、当てんね。容赦ないからな、この人。ローカスで2発連続当てるって相当やぞ。発射レートでちょっと不利っていうか、劣勢やのに。発射レートの時点で。ゼウスが1発当てる間に2発もあったか。バチバチよ。神回確定。おい !2 番隊隊長。おい俺も正直ここまで、突然なキッズが増えると思わんかった。ゼウス取り上げた時に。そう、ゼウスさんも配信してるらしい。いいやいいや、こうやってちょっと配信の動説が盛り上がっていけば、総合的にね、俺の配信だけじゃなくて。うん。一回逃げる。ゼウスはこの、機動性を生かして、敵の側面に回り込むっていう。そういうプレイングも得意ですよ、と。こういうところね。オッケー、マジナイス。ここでみんな勝てんからゼウスは100連勝してんのよ。一回。ショルダリング甘いない横すらだけじゃないですよ。ここの看板の使い方やっぱみんなも見習ってほしいっていうか、使ってほしいよね。渋い。渋い。我慢。オッケー、我慢勝ち。相手も相当強いっす。だけどゼウスはそれを上回るっていう。おぉ一矢報いたな。で、ジャンプショット決めるのは決めるのはなんかめっちゃ、あれじゃないブラスコ当たるくないそのローカス。さすがに頭いくらし抜けんやろそれ。ショルダリングからの、はい。オッケー、ありがとうマルコ。マジ危なかったわ。同説275人、マジ待って、でも俺善玉金と怠慢一回もやったことないかもしんない。やばい、一回もやったことないかもしんない。これわかんないぞ、動きが。うわあ明らかにギャ、おい加速すんねん、おい加速すんねん。連動上がってない。うわあ出た、小銭拾い。な、小銭拾いなくなってる、あれ。小銭拾い。あの、下向きながらキャラコンするやつ。確かに小銭拾い見えへんな。なんか GS 戦さ、絶対ゼウスガチでやってるよな、この時。江川卓みたいじゃない、これ。掛け踏んだった瞬間に、全力で掘るみたいな。うわあいや、ほんまに小銭拾いなくなってる、ゼウスな、あれ。小銭拾い。ゼウストルネード。おらーなんかやっぱさ、相手が強いって分かると明らかにギア上げるようなゼウス。アルノゼの時もそうやけど。なんかアルノゼとかさ、ああいうガチガチエイムする人嫌いそうやんな。苦手そうやんな、ゼウスって。一撃必殺系苦手やと思う、多分ゼウス。おい今当たってるはずやねんけどな。てか GS みんな廊下使ってない？おい。こういう時のゼウスは、マジで強い。意味わからんとこ当てるから。お！あえて打たない。おーおー、タイミング見てね。おお！オーケー。どうだ、キャラコンは。ちゃんと、近接で振って、で、敵の側面に回った瞬間に、SR に切り替えて打つっていう。もう、当たんないか。ちょっとブラスコ判定になっちゃうからな。おー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 出た、小銭拾い、小銭拾い来た。ローカス玉数ありすぎるって。8発はえぐいって。当たんない。こっちあの善玉金目線見ていい。おーいや、そまあ、当てるわな。GS やったら。おーいいねー。
そうめえわ。うん、そこ好きだね。よく顔出してくるわ。まあつけないと話にならないよな、正直。ローカスって。おお、ショルダリング、これ横されてな、死ぬ。勝ち。あ、負け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 。善玉金が横すらしたところをゼウスが抜くかと思ったら逆っていうね。全然気抜かへんな、ゼウス。なんかゼウス明らかに怠慢慣れしてるよな。行こうか、17戦目。ヒルセ、よし、ヒルセに来か。これはやばいぞ、マジで。最近マジうまいからね、本当に。来たよ、 GS。 今回3人目です。なんとパート1にして3人も GS が来るっていう、ちょっとなんかエリアボスみたいな、そういう扱いやけど、 GS って割と。前回の100年招待マンでもそのエリアボスみたいなやつが、なんとパート1に3人も来るっていう。来たね、ボスラッシュ。さあ、そろそろゼウス集中力危ういんじゃないの。ちょっと一回ヒルセしてみるか。ゼウスってどんなキャラかもしれんだよな。でも今回さ、 GS の人たちみんなローカス使ってたけど、今回 GS ヒルセだけなんでか知らんけどタンドラやねんな、これは。まあでも確かにこのタンドラさ、覗き方気持ち悪いからな。ダッシュ後の発射シーンめちゃめちゃ感じるから使いにくいっていうのはわかる。うん、うえ、やっぱギア上げるよな、ゼウス。皆さん、ゼウス UAV 溜まりました。ヒルセ見よ、ヒルセ。ゼウスしてみて、みたいわ。おえー、おや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 。ちょっと、車線管理があれなんじゃないの、さては。今んとこ、マジでタイミングいいわ。やべえ、危ね。ヒルセに来る土俵入るとこあった、今。気持ちで出る、もしかして。おー、強気に行くね、やっぱ。お、強気に行くね。ゼウスもよう完全にちゃんと見てるよな、そんな。出るとこ出るとこ。足音どんだけ、やっぱ上手い人ってさ、足音の把握すごいよな。どういうイヤホン使ってんだろうな。うん、うえぇ、んー、へい、やばい。ゼウスやっぱ GS 戦だけ全然ギアが違う。笑顔すぐるになってる。おう。からの？おう、車線管理？からの？おぉ！出たね、トリッピー。まあ、高感度ならではのプレイって感じよな、今の。低感度ではもう 100% できないです。動画あがいても。パート2明日ですか？いや、1週間後とかかな、これは。ちょっと高頻度でやっちゃうとあれやから。多分みんなも追えへんやろうから。うえぇ、同じこと4回繰り返しちゃいます。いった、もしかして。うえぇからの、おお、A ポジ見つけた今。うえぇ、いや、男やな。ナイス、ジジジジ。めっちゃ調子よくないですか。パンパースはいつか参加するって。パンパース最後の方に来てほしい。ありがとう、ヒルセニキ。